はい、どうも現代忍者宅です。ねえねえぴょんぴょんということでね、あれこれ久しぶりじゃないですか。ここそうね、有事のとこね、そう、もうこれね、サムネを見てねクリックしてる人、うん、もうお分かりだと思うんですけど、それだけ今日はね、ちょっと重々しい感じ、はい、そうなんです。ちょっと俺も緊張してるし、今日本当に俺が会いたかった人、はい、学びたかった人で、はい、ちょっと緊張してます。一緒に学ぶ弟子たちを、はい、お呼びしようと思っております。はい、ジークのマスターの石井東吾先生です。ね、あれ、先生、ちょっと待ってください。今日いつもと全く違うね。ファッションが、あと雰囲気も全く違いますけれども。はい。はい。石井東吾ではなくて。え？はい。僕あの郷石トイです。よろしくお願いします。郷石トイさん。はい。どなたですか？あの石井東吾先生の、はい、おしんちょ知り合い。ていね。このこの源氏。うん、はい、今日はジークンドーマスター石井東郷ではなく、そうです、武術家として出演していただいたってことで間違いないですか？そういうことですね。やっぱりこう切り替えたかったんで、はい、ジークンドーのインストラクターとしてこうやらせていただいている中で、ジークンドー以外の武術をこうやっているっていうところにこういろんな誤解がこう生まれないように、一応自分でこう切り分けをして、はい、あの出していただければなっていう、うん、ジークンドーのグランドマスター、はい、うん、来てくださってますけれども、うん、ジークンドーを我々学ぶのではなく武術を学ぶ、うん、教えていただくと。俺は東郷先生から、はい、東郷先生じゃないか、うん、なんていう名前だったっけ、郷石トイ、郷石トイ、トイちゃんから、いや覚えにくいな、おい、いや覚えにくいね、うん、トイちゃんからね、この本当に、先生のね、はい、やっぱすごさ、武術の歴史、はい、ね、だまさに俺現代忍者でしょ、はい、だ忍者である、もう本当のその奥深いところから全て知ってる先生、はい、全ての技術を、ね、うん、持ってるっていうのを聞いて、はい、やっぱもう本当に今日、はい、嬉しくてしょうがない。本当ですか？ちなみにですけど、石井東郷先生が今日そのファッション、はい、その道着で来られて、はい、YouTube 等でこう出演されることって、うん、初めてですね。初めてです。では、はいはい、よろしいでしょうか？はい、はい、お願いします。ジークンドーマスター石井東郷先生のグランドマスターでもある、はい、ヒロ渡辺先生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、お願いします。さくちゃん、ピリッとピリッとする雰囲気が変わりましたね、はい、はい、一応なんともう先生という形で、はい、この流儀を教えてる時は、はい、源の光流という、はい、源氏名をもらってます、はい、で本家から文系師範として、はい、評価いただいてます、はいはい、一応その先生のやられてる武道、武術、兵法、兵法、はい、ちょっと教えていただけたらなと。この我々一般人はですね、武術と、まあ、武道、武術家って何ぞやっていうところから、まあ、登録者とか我々の視聴者とか、ええ、まだちょっとこうピンとこないなっていう方もおられると思うので、うん、武術家と武道家の違いっていうのもちょっと教えていただいた上で、うん、今日はもうその武術家の達人ということで出演していただいたわけですから、はいはい、ちょっと教えていただけたらなと。まず武術というものを語る前に、はい、歴史ですよね、はい、この国のこの国日本の歴史、はい、その歴史の中には当然兵法というものもあるわけですよね。兵法と書いてある兵法、兵法、はい、その兵法の歴史をまず知るべきでしょう、はい、ということで、はい、語らせてもらいます、はい、日本はまず縄文から始まって、はい、弥生になって飛鳥奈良時代っていう形で皆さん習いました。で当然その時に兵法というものが入ってきてます、うん、人間がその使う戦い方というものは起源はどこなのかっていうとこまで掘り下げていかないと、この国もしくはもう一つ中国の武術の成り立ちというものは理解できないんですね、はい、で僕がこの流儀の標本を習った時に師匠からこの国の本当の歴史、ね、学会で言われてない本当の歴史をいろいろ聞かされました。それは、文献じゃなくて口伝です。口伝です。口伝、はい、
口伝として伝わってる部分もあるし、古文書として伝わってる部分もあります。例えば皆さんがよく知っている日本書紀、古事記っていうのも古文書の一つとして、ね、伝えられてるけど、この日本書紀とか古事記っていうのは暗号を持って書かれてるんですね。だからその暗号を解かない限りは単なる神話しかならないってことですよね。しかならない、フィクションっていうストーリーにしかならない。だけどこの暗号を解いて読むと、この国の歴史が、はあなるほど、日本人ってこれだけ尊い人種だったんだっていうのが分かります、はい、当然その歴史の動きの中で兵法というものが当然伝わってきてます。でそこでうちのこの流儀の開祖、アジスキタカヒコネの御事と申します。京都の上賀茂神社に祀られています。それから、日光東照宮の隣にある二荒山神社にも祀られています。上賀茂では、賀茂竹津の御という名前で祀られています。おじいさんがスサノオです。皆さんご存知のスサノオです、ね、強い、はい、剣のね、神だよね、はい、おばあさんがアマテラス大神です、はい、はい、で、お父さんは大国主です。お母さんはタギリ姫の御事っていう方です。で、この方は出雲で生まれて、スサノオや大国主から兵法を学びます、ね、当然そのスサノオが出雲を武力で制圧した時に使った兵法というのもあります。それはどこから来てるかっていうと、シュメールから来てます。騎馬民族の兵法ですね。それが一番大元です、はい、それが大陸側と日本側に分かれます、はい、で、もう一つアマテラスの、大和族側の兵法も同時期同じ場所から海側を経てで来てます。大陸側に行ったのがまず秦国、秦の始皇帝っていうのは当然漢民族じゃないんで、そこの兵法がずっと伝わってきてる部分があります。それが果たしと言われるやつですね。で当然出雲の流れと大和の流れ、途中で全部で5回融合してます、出雲と大和が。その流れの中で今度は天皇家です、はい、この流儀は天皇家の流儀です。だから僕16期間もつけてます。はい、うちの流儀は御神道の勉強もするんで、はい、まあそれが後々に、縄文から弥生に入っていって、でうちの流儀がある程度システム化したっていうのが、奈良飛鳥時代から結構技みたいなのが作られて、ただ術はすごかったんで、術をかける、はい、技じゃなくて術、だからみんな技術って言うじゃないですか、はい、じゃなくて術技、僕らは術技で、その上が法ですね、法律の法、法、これは要するに宇宙空間に偏在しているエネルギーを取り込んで、要するにスターウォーズで言うとフォースみたいなもの、それを取り込んで呪術をかけるんですね。技自体に呪術をかけて一瞬にして相手の体を壊したり、はい、1ヶ月後に体を破壊したりとか、そういうことができるようになるんですね。これは呪術なんですね。出雲の神道は特に呪術が強い神道なので、だからあれですよね、先生の道義、今ちょっと寄りで映させていただいてよろしいでしょうか、はい、聞くのね、まさに、ね、そしてで出雲の標本ですね、はい、そしてこのそれから帯にもですね、ま、こっちもあるの、はい、これは言えない、これはちょっと、ね、あんまり深くは言えないので、はい、これは出雲と大和が併合した後、はい、うちの階層、はい、そうですね、で先生後ろも先生ありますね、これは、はい、当然知ってる人はもうすぐ分かりますけど、はい、陰陽師、陰陽師ですね、はい、はい、でこの帯にもですね、宇宙という文字も、はい、はい、宇宙、宇宙じゃなくて宇宙、あ、宇宙なんです、ね、宇宙、はい、龍神、龍神が龍の神になります、龍の神、まあちょっとぶっちゃけて話しした後、ムー大陸の時代になっちゃいます、はあ、ねえ、そこまでこう面白いですね、面白い、この地球の標本はそこまで遡らないと思います、理解できないんです、ね、2時間ぐらい喋っていただいていいですか、ね、いいわ、明日の朝まで喋れない、明日の朝までなっちゃうから、うん、で、まあ、ムンダーっていう
標本家がいたんですね、うん、ムーテル君、はい、その標本が入ってます、うん、はい、で僕ちょっとこれは、まあ、うちの流儀のこの段階になります、はい、まず第一の術、第一分かりますよ ね、土の土ですね、はい、まあ、要するにあの物質というより粒子で考えてます、はい、今の粒子科学が先端になってます、はい、だから物質物理で考えるんじゃなくて粒子物理で考える時代に入ってます、武術に関しては、はい、うん、そういったあの科学的な理論で粒子科学という武術って何だろう、人間って何だろうっていう時代になってます。次が水ですね、だからこれは樹木とですね、でこれは要するに健康法ですね、健康法になるんですか、特に健康法になります。風の術、風ですね、はい、まあ、要するに空気、空気に動きが出るから風になるんですね。でこれが炎です、はい、炎のエネルギーで、これがイカ土、イカ土、はい、イカ土の段階で、これは宇宙ですね、宇宙で第一深海、第二深海ってなってます。それで人間としてのレベルを上げるとこうなります。でそれをレベルを上げつつ、それを標本武術に置き換えるとそれぞれの段階になります。それぞれにまた呼吸法もあります、はい、異念法もあります。だから先生、はい、あれですね、すみません、すっ飛ばして宇宙だけ取る人はいないですよね。無理です、やっぱり順番、うん、だって地球に住んでるわけだから、ということです、土からってことですよ、ね、地に足をつけましょうということですよね。ちょっとだけ、武術家でもある石井東郷先生じゃございませんので、お名前を、郷石問いです、郷石さん、はい、郷石さんの帯ちょっと見せてください、はい、日本やないか、はい、郷石さんが何日本だから、うん、土、水の技を少し教えてください、はい、地に足ついてないように見えますけどね。もともと1999年9月に先生にお会いしたんですよね、はい、で2010年までなんかいろいろ渡米でいろいろ先生と一緒にこう旅しながら学んでたと、何回か、まあ、連れて、はい、まあ、テッドの先生が、はい、地獄のレッスンを、はい、受けさせて、まあそういうことがあったんで今のこのレベルになってますけど、先生のね敬語は本当に地獄で、はい、もう初っ端からもうそのテッドン先生のサイズついてる、はい、結構、まあ、頑張り屋は頑張り屋だから、いやどの目線で言ってるの本当や、誰ちょいちょいこの和やかな空気も入れないとね、緊張しちゃうんで、うん、そうそうそう、やっぱ先生の話がやっぱりあの僕ら神がかってて普通普段聞けないお話なんで、聞けない話だから、はい、まあ一言二言では語れないと思いますけれども、ちょっとあの先生の魅力の方、先生の魅力、はい、なぜ22年ずっと心底惚れてずっとついているのかと。あ、そうですね、はい、僕にとってはもう先生は本当自分の人生を大きく変えてくださった師匠ということで、僕が幸運だと思ったのはその先生が常にこう進化されているっていうことなんですね。そう、これが先生の成長自身がこう止まってたら多分僕の成長もそこまでしか止まっていたと思うんですけど、でも先生は毎週会うたびにこう考え方だったり技術だったりそういったことが常にこう進化されてたので、そこにこう何ですかね、追いかけてついていくのが必死で、気づいたらまあ20年以上経ってたみたいな感じですかね。でその先生の動きだったり、まあ、本当にあの何ですかね、あの一人の男としてというかすごくとてもあのかっこいいし、あのとても魅力的で、あのそういったところにずっとこう惚れ続けて、こう先生の背中を追い続けているという感じで今に至る、はい、本物の武術家は老いてますますっていう言葉もあるんですけど、だからやった気持ちって言ったらそういうことで、はい、あの自分がこうこれって決めてやったものはもう途中で絶対に諦めずに、はい、とにかく突き進んでいく、うん、ね、諦めたらもうその時点で終わりなんで、はい、だからやったもん勝ちっていうのはそういうことですよ、うんうんうん、あの
できるっていう自分はちょっとずつでもいいんですよ、うん、階段は2歩3歩飛んでいくもんじゃなくて1歩ずつ上がってくる、それでちょっとずつちょっとずつでどこまでいけるか挑戦し続けるっていう、うん、それがあの何だろうな、大事なんじゃないかなって人生。まあ、我々もその100年200年何百年も残るそういう映画を作っていくとなった場合、侍映画だと考えておりまして、でそういった侍映画にですね、先生のそういう息吹がですね、こう体得して落とし込むことができれば深みが出ると思っておりますので、未だに太田、日本映画の海外でも一番見られて売れてるのとかやっぱ七人の侍なんだよね、まあやっぱ世界の黒沢の映画がなってたりけど、今のやっぱりどんどんこのやっぱり編集や CG の技術が発達してるから、どんどん本当の剣技っていう技をやる必要がなくなってきちゃったの、うん、けど俺はこのまだまだこのギリギリの世代だと思ってるからこそ体で表現できる最大の表現が、それはもう CG とかではかなわないし、お金かけてもかなわないような技をやっぱり先生から学んで、で歴史に残る映画をやっぱり一本死ぬまでに一本作りたいと思っていて、そしてこうやってヒロ先生に技を教えてもらえるという、機会になったわけでございます。実はその後編ではですね、まあ剣術を教わるんですけれども、うん、先生の剣術が YouTube で公開されること自体がもう初なんです。そうです。そうです。剣術交流自体そうですか、はい。本当はだって一般人には教えちゃいけない領域なんですよ。はい、そうなんです。だからもう一般的に学べない流儀なんで全面カットになるかもしれないですけどということでね、あのこれ本当に貴重な回になりましたけれども、うんね、次回からはあの実技の方で技の方もこれはもう締めるんですかね、はい、今日はお話でもう十分だと思うね、はい、そうです、わかりました、はい、ということで、うん、もう本当このチャンネルがね、はい、いいなと思った方は高評価と、積極的シェアの方もよろしくお願いいたします、はい、そしてチャンネル登録よろしく。山口雄大組主演坂口拓ワンパーセンター、それはその道を極めることができたワンパーセントの選ばれし存在、道なき道を開拓してきた孤高の男の物語。石井東郷映画初出演ワンパーセンター、こうご期待。ウィーバー。